お久しぶりです。半年ぶりぐらいですかね。動画上げなくてももういいんですけど、そんなお金もらえるわけじゃないですね。今すごい YouTube の動画の単価が低くてですね、不景気だからでしょうか、広告がついてでもですね全然収入がないんですね。1ヶ月やったったってせいぜい 2,3 万、毎日やったってさ 2,3 万ぐらいの収入しかなんないんじゃないですかね、底辺 YouTuber としてはですね。で、今回はなぜ動画上げたかというとですね、心配してくださる方がいろいろいらっしゃいまして、どうなったんだと。それから半年間動画上がってないけど生きてるんですかっていうね、そういった心配されてる方がちらほらいらっしゃいますので、生存確認ということで、今日はね動画を上げたいと思います。半年ぶりです。で、今も夏です。今日は7月19日、暑くもなく寒くもなく、どっちかっていうと暑いですけど、でも気温は30度前後ですね。29度30度ぐらいでしょうか。ここ東北なんで、東北の上の方ですから、どことは住所を特定されるようなとは言えませんけど、襲撃されるとも困るんで、ここに来れば食べ物いっぱいあるよとかね、工具がいっぱいあるよとか分かるとですね、襲撃される恐れがあるので、場所は言いませんけど、東北の上の方です。東京から南の方はすごいですね。もう40度近い、39度とか、そういうふうな、もうとんでもない、考えられないような気温になってますけどね。それももう当たり前、前から言われてってね、そうなるよって言われてるんで、一体なんでまだ上がるでしょうか。外国なんか見てると50度は言ってますね。50度オーバー、死んじゃいますは死んでますけどね。北海道、東北、東北ってもう、北の方ね、福島とかも暑いですよね。なんで仙台から上の方ね、北海道は割と平年通り涼しいのかなという感じですね。まだ7月ですから、怖いのはこれから8月ですね。8月に入ったらもっと暑くなると思うんで、今日はですね、今までやってこなかった、だいぶ生活の方落ち着いてきたので、定住してからもう半年以上、11月から9ヶ月か、定住してから9ヶ月経ったのでですね、だいぶ生活の方が安定してきて、どれぐらい生活費の方がかかるのかと、もう山暮らしして、究極の最低限の生活ですね、どのぐらいお金がかかってるのかっていうことを発表したいと思います。6月の収支じゃない、6月の家計簿になります。まず食料品からいきますね。食料品は、16,000円、1日あたり、30で割ると520円、1日あたり520円ですね。で、雑費、雑費はですね、雑費というか、雑貨消耗品ですね、4500円。電気、ガス、水道いきますか。水道光熱費ってやつですね。まず電気代、6月度は1400円、だいたい1500円前後一定してます。電気が1400円で、ガスは取ってないので、都市ガスもプロパンガスも契約してません。で、ガスはですね、カセットガス、こういうちっちゃいね、カセットコンロを使ってます。で、カセットガス代がですね、1本あたり130円で、それをですね、7本使いましたから、約900円。だから基本料よりも安いから、カセットガスの方がね、だいぶお得だと思います。毎月契約すると、毎月基本料だけは必ず取られますから、基本料自体2000円ぐらい、確か2000円ぐらいすると思うんで、毎月900円ということはね、半分以下になってるということですね。から、水道代、水道代は水道も来てませんので、水道はゼロです。飲み水とかね、どうしてんのかって言ったら、飲み水に関しては、湧き水を汲みに行ってると。から、
洗濯とか畑に水まいたりするのは、あの上から雨水を貯めて、雨水はですね、500リッタータンク、大きなタンクをですね、2基で、1トン、ね、1000リッター1トンの水を貯めております。ですから、まあ、めったやたらにね、洗濯何回したってめったやたらにはなくなりません。自分はラッキーで、まあ、車でちょっと行ったところにね、湧き水があったんでね、そこに汲みに行ってます。だから水道代は0円です。次はですね、携帯。携帯スマホですね、スマホの方は楽天モバイルと契約してまして、これはあの最低の1000円ですね。携帯は1000円で安いんですけど、別にですね、光回線を通してます。これは結構値段がかかりますね、6000円、毎月6000円ね、光回線で、この毎月6000円払ってるんですけど、これキャッシュバックがついてまして、2年間で5万円のあのキャッシュバックあるんで、だから、まあ、2年縛りなんでね。で、2年、で5万円のキャッシュバックということは、計算してみるとね、実質4000円。実質的には毎月4000円支払ってる感じになりますね。まあ、まあ、とりあえず、まあ、あの光回線6000円、引き落としされてると。携帯と光回線でだから7000円、これが一番大きな出費で、ね、でも、これ契約しないとこういった YouTube の動画も制作できないし、ね、ネットサーフィンもできなくなっちゃうんで、これはちょっと高いけど今のところもしょうがないですね。で、あとガソリン代、ガソリン代は2ヶ月に1回、満タンにしてます、まあ、満タンにして、まあ30リッターぐらいで、2ヶ月で4400円、4400円か、2ヶ月で4400円、だから1ヶ月あたりにすると約2200円になりますね。ほとんどもう出歩かないようにしてます。走るとガソリン食うんでね、まあ1週間に1回か2回スーパーに買い出しに行ってるって感じですね。あとお風呂はですね、汚い話なんですけど、1週間に1回です。なんだよって、毎日風呂入らねえのかって言われると思うんですけど、私は節約のために1週間に1回行ってます。で、頭単発だし、頭かゆくなった時は水道にこちゃん口に頭突っ込んでガーッと洗ってます。まあ基本昔からあんまりお風呂ってね好きじゃないんで、犬猫と一緒でね、あんまりお風呂ね好きじゃないんですよ。なんで、まあ臭くなる前にね、体臭が漂う前には行くって感じですね。大丈夫ですよ。大丈夫っていうか、自分はね大丈夫ですよ。年寄りなんかね、年寄りで介護の仕事してる人は分かると思うんですけど、年寄りで体が不自由になったりするとね、お風呂にはもちろん入れさせられないので、どうしてるかって言うとね、濡れタオルでね体拭くだけなんですよ、介護は。でね、それでじゃあ不潔だかって言うとね、そんなことなくてね、それで十分清潔は保たれるわけなんです。だからお風呂はね、そんな毎日とか入る必要なくて、下にはね、いつも清潔な下着を身につけると、毎日取り替えると、で汗かいたら取り替えるということさえしてればね、そんなに不潔になることはない。だいたい匂うっていうのはね、下着が匂うわけなんですよね。おしっことかうんちとかついて、汚い話なんですが、だそれで汗だね、汗だから、それで匂うわけ で下着をしょっちゅう変えてればね、そんなね、お風呂に入らなきゃなんないっていうのはないと思います。だって外国人お風呂入んないですよ。外国人はシャワーだけです。なんで、汚れたらね、濡れタオルでこうパーッと軽く拭うだけでね、私はそれでいいんじゃないのかなと思うんですけどね。でお風呂はね、金かかるだけです。ものすごい、一番お金かかるのはお風呂じゃないですかね。エアコンとお風呂かな。いや、お風呂の方じゃない、エアコンよりもお風呂の方じゃないんですかね、一番金かかるの。金かかるって、一番電気代、ガス代かかるのはですね。
まあ、電気でお湯を沸かすかガスでお湯を沸かすかあるんでしょうけども、どっちみちですね、一番食うのはお風呂じゃないですか。もうお風呂毎日入ってたらもうそれだけでね、電気光熱費5万6万いくと思いますよ。毎日お風呂入ってれば200リッター入りますから、200リットルを沸かすわけですからね。なんつうか、そのカロリーっていうかね、その光熱費を考えるととんでもない大きなエネルギーがかかるんでね、まあ、考えなくて もう想像するだけで分かりますよね。200リッターなんつもそれを湯沸かし器で沸かすわけですから。ということで、節約するためにはですね、私はね、銭湯に、銭湯に行ってますね。銭湯代がですね、1週間に1回で、1回回数券で1回あたり400円なので、4週で1600円。1ヶ月1600円、かかっております。あと、まあ細かい話ですけど、車、ね、自動車保険かけてますんで、毎月1700円。あと、国保。国民健康保険。これね、無職でも収入なくてもですね、必ず払わなきゃなんないんですね。このクソったれな国はですね、無職の人からも国民健康保険税取るんですね。で、請求来たのはですね、年間で2万4000円来ました。収入ないですよ。収入ないのに2万4000円払えてきましたね。毎月に換算すると毎月2000円ですね。毎月2000円払うことになるんでね、2000円を計上して、はい、これ国民健康保険は高いですよ。働いたら高い。とにかくどっかはた働いたらじゃない、働いたら社会保険か、アルバイトとかフリーターか、アルバイトとかフリーターとかね、正社員じゃなくてね、契約社員とかして国民健康保険になるじゃないですか。ものすごい高いですよ。うん、まあ、無職だと2万4000円で済むけど、これはめ、働いて国民健康保険だったらね、もう40万、50万でしょ、年間。恐ろしいですよ。そう、締めて、いくらやると合計ですね、3万6400円。合計3万6400円です。6月の支出ですね。はい、で、収入は基本、ないんで、YouTube からちょこっと お小遣い程度の収入はありますけど、まあ、赤字です、赤字で暮らしております。持ち出しですね。なんで、まあ、持ち出しって言ったらも元があるのかって、元は少しあるんで、まあ、当分は大丈夫なんですけど、だからできるだけ抑えないと生活できない。いっぱい苦労して節約してるわけじゃないです。節約したくて節約してるんじゃなくて、まあ、このぐらいしかかからない。どうやってもこのぐらいしかかからないんです。ってエアコンないでしょ。エアコンなくて風呂釜ないでしょ。で、湯沸かし器ないじゃないですか。とにかくその火を使うものっていうのがないですよね。熱くするやつあるのはカセットガスコンロと、あと電子レンジね、とトースター。電子レンジ、トースターっていうのは一瞬ですから、2、3分ですから全然電気代が食わないですよ。春から秋にかけては、まあ、こんなもんでしょう。3万6400円、約3万6000円か。最低限このぐらいかかりますね。どうやったって。なんで、まあ、テレビでね、まあ、自給自足やってるとか、0円で生活してるとか言ってテレビ番組でやってますけど、信じてないですね。信用してないです。だって自給自足だとか言っててですね、ゼロ円生活してるって言ってたって、車持ってるじゃないですか。カメラに車映ってるじゃないですかね。車持っててゼロ円生活のわけないじゃないですか。嘘つけとか思うんですよね。だからね、自分は思うんですよ。自分はやっぱり3万6000円ぐらい最低でもかかるんだなと思いますね。で、これは基本のベースに考えて、そしたら一番62歳なんですけど、まあ、間もなく、ね、何年後かに年金生活に入るんですけど、そしたら国民年金、まあ、国民年金で最低限、2ヶ月に1回12万じゃないですか。まあ、1ヶ月あたりにすると6万円ですよね、国民年金ね。1ヶ月6万円あれば、まあ、生活できますよ、3万6000円で。うん、夏場はね。冬場は分からんけど冬場はちょっと保証しないけど、
冬場以外だったら国民年金だけで十分間に合うんで、まあ、生活保護を受けなくても生活できそうですね。今回はね、6月の支出としてね、どのぐらい生活費かかるのかということでお伝えしました。まあ私の場合ですけど、まあ、山にこもってね、生活したらこのぐらいやっぱりかかる棒はかかりますかかるものはかかるんですけど、このぐらいで、まあ、済みます。で、まあ森林浴でね、森の木が熱を吸収してくれるんでね、夏は涼しくて冬は暖かいんです、森の中って割と。なんでそれで助かってる部分は大いにあります。あと水道もタダでね、湧き水はすごく美味しいし、冷たくて美味しいし、湧き水はね、ということですごく、まあ、ここの場所にいるおかげで非常にですね助かってるし、節約になってます。ということでまた次回お会いしましょう。ちょくちょくね上げたいとは思うんですけどね、分かんないです。また何ヶ月も空くかも知らないですけど、またお会いしましょう。さよなら。